こんにちは。暑くてエアコンに頼らざるを得ない季節、体の不調に悩んでいる方も多いのではないですか。そこで今日はお買い物のついでに立ち寄れる整骨院をご紹介します。それでは週刊みひろナビスタート。週刊夢ひろナビ。今回やってきたのは夢タウン広島1階全新旧整骨院。毎日の生活でたまった疲れを癒すリラクゼーションと予防と改善がコンセプトの整骨院を併設した癒しと治療のサロンです。さまざまな治療や施術が受けられる全新旧整骨院、今日ご紹介いただけるのはどんなメニューでしょうか。はい、女性に人気の新メニュー小顔矯正です。泉田さん、よろしければ体験してみられませんか。それは魅力的なメニューですね。ぜひお願いします。はい、失礼いたします。はい、お願いします。だから顔だけするのかと思ったら頭からここまで。はい、気持ちいい。これ手技だけでなく EMS マシンも使って顔の筋肉や骨格にアプローチ、根本的な原因から小顔へと導く施術です。お疲れ様でした。すっきり。どうですか。ちっちゃくなりました。どうでしょう。なんか目が開きやすくなったような感じがしますね。なんか、うん、すごいすっきりします。気持ちよかったです。他の施術と組み合わせて受けることも可能。お得な月4回の定額プランもおすすめです。予防と改善がコンセプトの全新旧整骨院、続いてはどんなメニューでしょうか。はい、新旧師の私からは一人一人の症状に応じてオーダーメイドで施術する新旧治療がおすすめとなっております。それもちょっと体験してみたいです。ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。まずはじっくりとヒアリング、体の状態を確認します。その上で悩みや症状に合わせた治療計画を提案してもらえます。今針打ちましたけど大丈夫。全然痛くない。よかったよかったです。全然痛くない。刺さってます。刺さってます。肩こりや腰痛などの筋肉トラブルだけでなく骨格調整など痛みを治すのは当たり前。再発しないための予防、ストレス緩和まで心身の不調すべてのトータルケアを行います。泉さん、今終わっておかれた方がどうですか。なんかわかんないけどちょっとこっちだけホカホカしてるような感じがします。はい、今もう電気も流して血流を促進するように促したので。そうですそうです。少しずつ体が覚えてくればその流れる感覚っていうのは自然と身についてきますので、定期的に針を打ったりとかそういった施術っていうのは皆さんにお勧めしております。夜8時まで営業しているので部活やお仕事帰りにも通えます。夢広の駐車場が利用できるのも嬉しいポイントですね。全新旧整骨院はリラクゼーションサロン、整骨院ともに土日祝日も営業しております。ぜひご利用ください。夢タウン広島1階全新旧整骨院で皆様のお越しをお待ちしております。